さあ次どこ行きますかね。もうあらかた行ったんやけどな。まあ人魚のところは若干行きたいかな。どうしようかな。人魚のところもう一回行くか。人魚のところでさっきの人魚のところじゃなくて、一回なんか行ったようわからん人魚のところ、あれどこやったっけな。あそこもなんかもう明らかにイベントありそうで、その後進んでない場所なんですよね。で、あとは、表世界の今ぐらいのところにいる移動みたいなところ。なんかその雑魚が強くて一旦諦めたんですけど、今さっき言ったあのスフィーダの盾の洞窟と、すごく似てる。雑魚のレベルが。そっち、それ行こうかな。それ行こうかな。どこから行けばいい？ベッドで行く場所やから、上の世界。あそこはちょっと行ってみたかったんですよね。回復します。ちょっと全滅、今日結構全滅したから、もったないですね。お金が結構損してるような気がする。レッサーのせいで全滅した前回も結構あれのせいでお金いかれたしな。まあドラクエの途中からあんまりお金いらんくなってくるんですけどね。その手に入れた、それこそそのスフィーダやなんやそういうやつで賄えるようになってくるから、ちょっと見に行ってみようか。さっき行ったところとかもちょっとこっち側の世界やったらどう見えてるのかとかすごい気になるので、夢の方ではどうなっているのかが気になる場所が結構ある。どこやったっけあの移動。あのまあまあ強い移動よ。この辺はよく回ってた場所ですよね。できてのあーここか。いやこの辺や、この辺のどっかや。くそ分かりにくいな。分かりにくいっすね。ここもやねんな、ここもやねんな。そう、行けへんとこばっか。うまいこと行けへんようになってんすよね。これもうほんまうまいわ、このマップ作ったやつ。ちょうど行けへんすよ。この水門開かへんのかな。それ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 、
絶対それもやな。下からですよね、多分ね、あれ。これ何やったっけ。あー、占いか。これや、島ごと海に飲まれる町の人々の姿が見えます。これや、これや、これも忘れてた。これど、これの話全然よく分かってないな。島ごと海に飲み込まれたやつ。そうや、これ全然言ってないわ。でもあの穴がごっつ怪しいんですけどね、あの穴。穴んとこ行っても何もなかったしな。あれを現実世界の方で行ってみるか。こっちが夢やから。なんとも、なんとも言えんね。すげえ怪しいんですけどね、あそこもね。穴のところ。ごっつ怪しいんですけど、ここね。いや、なんかを解決したらここになんか出てくるっていうパターンやと思うねんけどな。下は水びちゃびちゃやと思いますけど。もうそらそらそら絶対そうやろうな。迷子よ。行けるところはだいぶなくなってきてる感はあるけど、帰ってきた。なんかこれといってこう決め手にかけますね、何をやれみたいなのが。まあ多分あのスフィーダの盾にしても盾取るだけやと思うしね。言うたらなんかストーリーが進むような感じのイベントではなさそうですよね。言うたらあれは多分盾を取るっていうことだけやと思うので、なんかこうストーリーが進む的なことがあってもいいのかなとはちょっと思うんですけどね。なんかないかな。というかあの井戸どこやったかな、マジで場所がわからん。なんかちょっと山ん中っていうか、なんかゴソゴソって入っていったとこやったと思うねんけどな。右下にもなんか変なとこあるな。クソ穴が開いている。え、あれっていけへんのかな。クソ穴が開いてるんですけど、あこも多分なんかあったんや。だからゆくゆくは召喚されてくるんでしょうね。その治るっていうか。ああ？なんやそれ。もうわざとらしく行けへんなってる。え、どっから行くのこれ。わざとらしく行けなくなっていた。地下。うわ、行けへんわ。何やあれ。あれもこのベッド以上のものを手に入れないと無理って感じか。ですよね、多分。ルートがもうない。ここ?
あー、ここか。結局ここか。お、ちょっと待てよ。ならず者の町なんやんな。盗賊だけとかやったら無理かな。職業盗賊終わり。あかんか、あかんか。思いっきり犯罪者なんすけどね。あかんか。全員盗賊にしてくるか、いっそ。なんか当たってるような気も一瞬したんすけどね。全員盗賊にしたろうかな。もうどうしようもすることなくなったらちょっとそれしようかな。ここなんやのこれ、ここなんやのこれ。回り込める、回り込めへんのかい。いけへんな。あー、敵が強い、雑魚が強いからこの辺りも臭い。まあでもその伝説の武具、武器防具は、え、盾と多分兜と鎧、防具ですよね多分。だから剣もあんのか、4つか5つやから。そのサブイベントみたいなのはそんだけは用意されてるはずなんですよね多分。だからその怪しい箇所は何箇所かあるはずなんですよね。多分ね。うむうむ、ここもなんか臭いわ。レベ、敵のレベルが、雑魚のレベルがこの辺で揃ってるのは怪しいな。ならず者と犯罪者っていうののそのなんか垣根の違いはなんなんやろ。あ、ここや、見っけた。こっちも行ってないんやけど、見っけた見っけた。じゃあ行ってみよう。どう考えてもならず者やけどな。海賊王に俺はなるにすごい疑問を持ってた男なんで、僕はジャンプでそんなこと言ってええんかなみたいな。犯罪者やん完全に。そんな高らかに宣言していいんかなと思ってね。犯罪王になるってことやん。って、あのワンピース初めて読んだ時にもう最初に言ったんです。だってそんな海賊王とか、魔物使いは犯罪者ではないか。まあだからもう現商人とかももう犯罪者ギリギリのこともありますしね。まあただ盗賊は完全なる犯罪者。職業盗賊言うてもてんねんからね。踊り子の拍手喝采になった。踊り封じの特技を覚えた。ほう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 。これで拍手喝采でどれぐらいまで来た ?6。まだ6か。宝箱。行くぜ。ナイス。よう、わかるよね、ほんとに。魔法トーンが効くとか効かんとかパッと見で判断しとるやもんね。
なんかあの結果、結果その犯罪者でしたみたいなやったらいいんですけど、なんか最初からこう犯罪者を目指す感じがちょっと笑けたんですよね。ええもんみたいに言うてもてるし、海賊のことを。まあだからその世界観なんでしょうね、その海賊っていう言葉のなんかそのを間違ってるっていうか、そういう感じがすごいありましたね、違和感が。なんかゲームの、あお、ゲームのイメージで勝手になんとなくそう思ってるけど、実はおかしいことって結構ありますよね。例えば僧侶とかまさにそうなんですけど、そのなんか勝手に多分ドラクエのイメージで、皆さんドラクエとかする方やったら勝手になんかその守備的な、なんやろ、なんか回復役みたいな勝手に思ってるけど、実際は例えばそのあるところでは文句そのやったりとか、僧侶でも思いっきり弁慶みたいなやつやったりとかもいますし、でその回復するみたいなイメージは実はあんまないしみたいな。師範代になった、チャモロが師範代、まだこれでレベル5か。あれ一周回っただけこれ、嘘やろ。すごいあの勝手なイメージでね、なんか言うてますけど、うわ一周回っただけや。こいつどこかの洞窟にあると思ってきたけどぐらいしか言えてないのか、ここではないのか。いやなんかごっつ怪しいと思ってたけど、蓋開けてみたらめちゃめちゃ狭い、ただのメダル置いてるだけのとこやったか。オッケーっていうか、その例えばですけど、現代の例えば日本の僧侶って言ったら、あのほぼまあまあこんなん言ったら悪いですけど、あのほぼ商人やからね。商人、ほぼ商人ですよね、現代の日本でいう僧侶は。一番は多分お金儲かるし、そういう特に回復する能力はないし、まあ例えば回復役はお医者さんですからね。まあまあ薬剤師かな、現代で言ったらですよ。現実のパーティー組むなら誰組む、職業何組むんやろ。例えば4人しか組めへんかってこの世界に行かなあかんとしたら、現実やったら誰連れて行きますかね。いやまあ確かに物理の強い人は連れて行きたいですよ。だからそうやな、物理の強い人は絶対連れて行きたいのと、あとなんかその整体師みたいな
人は連れて行きたいですよね。内部からの病気とかもどうしようもないにしても、ていうかやっぱベアグリルス、ベアグリルス4人が最強なんじゃ。そうやな、いろいろ考えた挙句、考えた結果ベアグリルス4人っていう戦略が最強なんじゃないかなと今思いました。治療も一応できますし、戦い的なことも大丈夫ですし、だから特殊部隊の特殊部隊のやつ4人ですよ。これが一番いいんじゃないですかね。じゃあサバイバル的なこともいけますし、格闘術にも精通しているわけでしょ。でなんか手に入れた武器とかも使えなあかんじゃないですか、ある程度は。相当いいっすよ、相当良くないっすかこれ。特殊部隊の人、あとはまあ一人はネットで攻略情報見れるやつと、あと YouTube でその冒険を実況しとるやつ。特殊部隊、特殊部隊、 YouTuber、オタク、これどうですかね。でその YouTuber がめっちゃ美人やったら完璧っていう。特殊部隊、特殊部隊、可愛い YouTuber、 ガチ勢。攻略ガチ勢です。この4人が揃ったら最強、最強じゃないですか。もう特に攻略ガチ勢の力は絶大ですよ。あ、そこそこも上行ったら宝箱ありますよみたいな。え、なんでそんな知ってんの。いや書いてありますもん、ネット調べたらすぐっすよ。さすがや攻略ガチ勢。こんなん公式サイトにも書いてる情報ですからねみたいな。すげえ、その調べてんの毎日チェックはしてますよ。そいつ見た目火みたいですけどメラミンめっちゃ効きますよ。マジで、え、そんな絶対わからんやん、こんなん。こんな初見でわかるもんなん。いやそれ難しいと思いますけど、それメラミン効くんで一回やつやってみてください。この職業はレベル3までで止めといてもいいっすよ。え、マスターしなあかんのちゃうの。いやだいぶ3で、3のところで使えるこの特技が後々使えるんで、とりあえず3までやっとくとめっちゃ便利なんですよみたいな。マジで、じゃあその YouTuber がそれ動画にする、動画にした方が良くないみたいなこと言って、で動画にしようよみたいな。でその動画でなんかちょっと稼いで、おっとロンガですよっていう、すごいでも剣職人がで、そいつにかかったらどんな錆びた剣でもたちまち新品になる。ほうほう、剣はそこか、剣そこね、ならず者の町か。ほう、やっぱこういうちょっと情報持っとるやつおるんやな。行ってないところは潰してった方がいいっすね。
上位職ってなんなんやろ。例えば特殊部隊になりたかったら、陸軍マスターして海軍マスターするみたいな感じ。軍人をマスターすると同時に、なんかもう一個マスターして、特殊部隊員ですよね。ガチ勢になりたかったらどうすればいい？何をマスターすればいい？オタクをマスターして、プログラマーをマスターしたらいいのか。じゃあガチ勢になれるのかな。ゲーマーとオタクをマスターすればガチ勢。YouTuber は？YouTuber は会食やから YouTuber はそのままやな。YouTuber をマスターして、歌手をマスターしたら、なんともならんな。ただの痛いやつやな。なんともならん。それはすいません、それなんともなりませんわ。あんま潰しが効かんわ。あんま考えんとこ、そこ。あ、ちょっとこれ見に行ってみる。大穴見に行ってみよう。ここか。なんかいいっすね、このドラクエって分かりやすくて。そのドラクエのレベルのシステムが分かりやすいから好きって話、まあよくしてるんですけど、その職業とかもそうやん。そのやってたらね、戦ってたらいずれマスターするじゃないですか。現実はそう甘くないもんね。例えばですよ、例えば、まあ、どんな、ほんま、もうこれ何の職業でもなんですけど、別にクリエイティブな職業じゃなくても、何でもそうなんですけど、普通に一生マスターできひん人って結構いますからね。職業もですよ。穴開いてるわ。がっつり穴開いてるけど、いけへん。うわぁ、がっつり穴開いてるなぁ。くっそ、見に来て。これなんか見たことあるな。マジで一生マスターできない方っていうのは結構いますんでね。それが怖いっすね、ほんま。というかマスターできる人の方が少ないか、どんな職業でも。逆にね。マスターする方が難しいわな。いや、迷子や。もっと船でうろうろしなあかんのかな。この謎解きたいなぁ。この人魚の謎を。金めっちゃ溜まってる。金めっちゃ溜まってます。してるね、もともと複合してる職業は割と強いですよね。なんか、なんていうかな、何かと何かみたいなのがもともと複合してる職業って結構あるんですよね。それこそなんか YouTuber とかまさにそうなんですけど、なんか例えばその動画
編集力みたいな、動画編集とかと実際セットになってるんで、こう演者としての力プラス動画編集力みたいなとか、そういうのはありますよね。裏に回ってきたってダメだよお客さん。あ、これはいけない、お届け物の時間だよ。あれ始まったわ。そういうことか。お届け物の時間だよ言うて、あー、いた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 、ゴー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 、絶対ここやん。あ、いたー、これ早い。ほらほら、バレとんねんバレとんねん。さて、お届け物も終わったし、お店へ戻ろうとしますか。じゃあロブさんまた来ますね、毎度どうも。ほら、買い占めとった、買い占めとった、買い占めとった。今忙しいんだ、出て行ってくれ。よし、生魚やから絶対持っていきよね、これ持っていきよるよ、これ。キョロキョロ、いや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 、無視すんなや。く、邪魔が入ったか。あ、しまった。嘘です。イエーイ。大丈夫です。一旦隠れて。喋ってもた。あれ？いない？あ、帰ってきてる。だるこいつ。なんやねん。どうやって入ってん今。なるほど、喋ったらあかんのか。もう一回や。お届け物時間やぞ。いけいけ、はよ。せっ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 、いけ。よしよしよし。待てー、待てーお前は。よし、いけ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 。バレへんように追いかけていかなあかんねん。わかったわかった。キョロキョロ、いや目合いましたけどね今。すすってる、いってる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 。すすすすす、あれ、ガンミ入った。すす、いっとる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 。一目散やな、一目散ですね。振り返ることはもうないんですね。あ、す、危なー、あっぶ、あいつ。すす、よし。ここも、この入った瞬間丸裸やからやばいで。すすす。あいつフェイクやりよるからな、怖いっすよ。す。す。一旦見て。隠れる場所がない。あっ、ええ、セーフ。危ない。あっぶ今あいつ驚かせやがって。すなんか首筋ビリビリってなったわ今。バレた思ってビリビリってなりました。あ、すげえ、スイッチ。早っ急に。え、やろう。待ちやがれ。出っ張りがあった。よっしゃ。すごい仕掛けしとるやん、これ。あたたたたた。ピリン。ほら、見つけた。お前、やっぱり、俺の後をつけていやがったんだな。お前、ここで今何も見なかったよな。いいえ。そうか、ならば生かしちゃおけねえな。と言いたいところだが、このざまじゃ何もできねえ。お前らも人魚を捕まえにやってきたのか？もしそうでねえのなら、頼む、人魚。いや、ディーネのことは、
誰にも言わないでくれ。もしここがバレたら、ディーネは、ディーネは、ロブ、ディーネ、私にはわかります。この人たちも、ロブと同じ、優しい人たちだって、うわ、そう言われたら逆に言いにくいみたいなとこあります。ね、心理的なテクニック使ってきよる。本当か？ディーネのこと黙っててくれるのか？しゃあないな、ほんま。金やぞ。金金。ディーネは俺の命の恩人なんだよ。知ってた。多分そうやろうな、思ってた。あの日俺は嵐の中、村の連中が止めるのも聞かず、漁に出た。そして俺の船は大波をもろにかぶって沈んだんだ。その時手と足をやられた。水をしかとま飲んで気を失いかけた時、ディーネが現れたんだ。ディーネは俺を引っ張ってここまで運んでくれたんだよ。その代わりディーネは、え？その代わり壊れたん？どうしたん？ちょうど私は仲間たちとこの近くへ遊びに来ていたんです。嵐がやってきたので岩場に戻ろうとした時、小さな声が聞こえたんです。私、いても立ってもいられなくなって声の下方へ行ってみました。そうしたらロブが、ディーネは俺を助けたばかりに仲間たちに置いていかれてしまった。魔物の潜む海をディーネ一人では越えられねえ。だからロブがこうしてかくまってくれているんです。できれば俺がディーネを仲間たちのところへ連れて行ってやりてえ。いいのよロブ、私今のままでも十分幸せだな。なんて、私ちょっと外を泳いでくるわね。ディーネはああ言ったが、本当は帰りたいはずだ。俺がこんな体じゃなきゃ、どこかにディーネを仲間たちのところまで連れてってくれるやつはいねえものか。都合がいいなあ、独り言、都合がいい独り言だなあ。君はやったるよ。荒波を越えられる船を持っていて、それでいて腕っぷしの立つやつらがよ。はい、いいえて間違ってないこの言い方。はいかいいえで聞かれてないしね、別に。まあまあ、はいですけどね。本当かい？どこに？なんだって、お前らが？ふーむ。失礼やぞ、アホ。失礼やろうが。どうも頼りなく見えるが自分で言うんだから。いや、いける、いけます、いけます。いける、いける、いける。変な格好はしてるけども、変なボディバッグはしてるけども、いける、いける。よし、俺は、ここで待ってるから、まずその船とやらを見せてもらおうかい。あ、待っとけ、待っとけ、俺は。